さ、太陽さんがさ、幕下上がって、さあ十両って上がるときに19歳ぐらいだったかな、はい、腰のこの腰椎がパンって内側に入って、もうなんか歩けなかったときやん、ね、まあ逮捕も終わったなと思われ思って、その親方がね、二所ノ関親方がもうこれ内側入ったから、はい、もうこれ相撲取れないから田舎帰そうと、大きい病院とかも行ったけどもうダメだと。その時に巨人のドクターで吉田整骨院で、その人にこの内側にこう入ったやつをこうポッてはめてもらって治った。その当時さ、まだ金もないから、だからね、お前逮捕、お前、まあその時逮捕じゃないけど、ないお前終わったら玄関きれいに掃除して、ほんで背から帰れとかで一緒に掃除してたんで、まだそこにさ、ペーペーの、あの巨人の選手がいたん、誰だと思う、え、王さん、そうそう、ま、王さんがいたん、王さんと一緒にあの吉田整骨院の玄関